無邪気な笑顔が印象的な大野ひかりちゃん6歳。彼女は生まれつきある難病を抱えています。それが。光の病気がスミス・レムリ・オピッツ症候群っていう病気で、先生からは、4万分の1くらいの確率っていうふうには伺っていて。4万人に1人と言われるスミス・レムリ・オピッツ症候群。脳の発達に必要なコレステロールの生成が低下し、成長障害や知的障害などを引き起こす日本での症例も極めて少ない希少難病です。私自身はちょっと経験もなかったですし、そのひかりちゃんが初めて根本的にその酵素の働きを良くするような治療法っていうのは確立されてないので、なるべくコレステロールを摂取するようにっていうような治療になりますね。代償療法は卵などコレステロールを多く含む食材を取り入れること。しかし卵アレルギーがあるひかりちゃんはコレステロールパウダーというもので代用しています。まだ噛む力も弱く、食事はすべてペースト。足りない栄養は胃に穴を開けて直接補給する必要があります。ひかりちゃんの場合は将来的にはね、全部食べれるようになるというよね、ねっていう。今さすがに全部口からっていうのは難しいので、こういうのを使ってるんですね。で、今日今からこれを交換するんですけど、よいしょ。月に1回、胃ろうの交換が必要なひかりちゃん。お母さんのお腹にいた頃から異変が見つかっていました。お腹にいる時からちょっと成長が遅いねっていうふうに言われていて、帝王切開で産んだ時に一応産声あげたので、あ、元気に生まれたんだってすごいその時は嬉しかったんですけど、 NICU 入ってから先生がいろいろ見てもらってる時に、ミルクは飲めないとか、指がもしかしたらつながってるかもみたいな、ちょっと異常がちょこちょこ見つかるので、何かあるのかみたいな、普通のこと違うのかなみたいな、そんな感じのモヤモヤが、ずっと続いてるっていう感じでした。病名が分かったのは生後半年が経ってから。娘の姿を見て悩む日々が続いたそうです。経管って言って鼻に管を入れて、そこからミルクを注入したりとかをしてたんですけど、飲む練習一応するんですけど、なんかそれにもう私がなんで飲めないのみたいな、飲めないか、飲めたら普通の子供と一緒になるんじゃないかみたいな、そんな感じがすごいあって、落ち込んだりとか、外に連れてってもなんか、あ、この子普通の子じゃないのかなみたいな感じで見られたりとかして、なんかそれがすごい嫌で。さらに合併症を引き起こす可能性があるとの報告も。ひかりちゃんも右の肺が機能しておらず、肺炎にかかり入退院を繰り返したそうです。今でも定期的な医療ケアが欠かせません。障害がある子ってそれだけでね、その子の限界を周りが作っちゃうようなところがあるんだけど、そういう子でももうちゃんとねできること増えてくるし、将来性も広がってくるので、そうね、いっぱいやるんだぞ。難病に負けないため、ひかりちゃんは体や脳の発達を促す訓練を行っています。この日は言語聴覚士の方が自宅に訪問し、指差しや食事のトレーニングをしました。ちょっとこぼれちゃうっていうのが。そうなんです。閉じるかな。あ、いいじゃん。そう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 。食べる感覚になっちゃってるかとは思うんですけども、ちょっとこう手前か後ろからかで指押さえながら、唇ちょっと閉じるんだよって。食べる口と飲む口って違うってことですか？そうですね、する口に関してはちょっと自分でこう獲得というか。水を飲むのはまだ苦手。訓練で少しずつできることを増やしています。私たちが自然にやってることが、あ、こんなになんかその
違っていろいろと力の使い方とか何でもかんでもなんか大変なんだなってすごい勉強になります。こっちが光ちゃんの病を徐々に受け入れられるようになってきた小夜子さん、成長を見守る中である思いが芽生えました。障害児の親御さんたちって多分いろんな不安があって、その中でもやっぱりお金の悩みってどうしても一生つきまとうところではあって、多分将来自分で管理するのが難しいだろうなみたいな、そういうところのお金の不安を私が手助けできたらなっていうふうに思って、税理士として相続や資産運用のコンサルティングを行っていた小夜子さん、その知識を生かし障害児を持つ親のために相続や資産管理、財産管理などの相続相談を相談事業を新たに始めました。同じ境遇の人から問い合わせも多いといいます。光が生まれたことで自分のなんかライフワークを見つけたと思って本当に救われた部分ですね。落ち込んでたけど逆にその光の病気がなんか私のなんか強みになる。そんな母に変化をもたらした光ちゃんも春から新たな一歩を踏み出します。特別支援学校に行こうかなと思って、また新しい可能性が始まると思って楽しみな部分もありますね。光がすごい人のことが大好きなので、このまんまもうずっと人に愛されて本人が楽しく生きていってくれたらいいなというふうに思ってます。一年生楽しみだね、楽しみだね。光ちゃんは4万人に1人の子の、ね、病気ということなんですけれども、いや本当になんかこうお母さんがね、光ちゃんのためにできることを他の人にも、ね、伝えたいという思いで、お母さん強いし、本当にプラスに物事を変えてくれて、はい、常に新しいことをこう進めていけるっていうのが本当に勉強になりますよね。もう光ちゃんの笑顔が本当に眩しいですね。素敵、もうすごい素敵だもん、ありがとうございました。